ホームガードの隊員。正規軍と同様のブロディヘルメットを着用している。ホームガードとは、第二次世界大戦中のイギリスで編成された民兵組織である。ナチスドイツによる本土侵攻に備えて、17歳から65歳までの男性の義勇兵により組織され、総兵力は150万人と交渉した。編成当初は、地域防衛義勇隊と呼ばれた。 ナチスドイツの国民突撃隊や日本の国民義勇隊に相当する。日本語では強度防衛隊や国防市民軍病などと訳すことがある。LDV の結成式典。映っているのは先の大戦に従軍した経験を持つ老兵たちである。自宅でトンプソンサブマシンガンを磨くホームガード隊員第二次世界大戦回戦までイギリス政府はこうした 民兵組織の設置を想定していなかった。しかし、西部戦線での戦況悪化に伴い、イギリス各地で武装した自警団の編成が行われるようになった。1940年5月には、こうした民間の動きに同調する形で、政府主導の民兵組織たる地域防衛義勇隊の設置が決定したのである。1940年5月14日の夜、 アンソニー・デンリクショーが次のようなラジオ演説を行い、新たな民間防衛組織の設置を宣言するとともに、志願者の募集を行った。我々は、侵攻に対する排除をさらに確実にするため、大英帝国に暮らす英国親民たる男性のうち、17歳から65歳のもの多数の志願を求めている。今ここに創設される新たな部隊は、 地域防衛義勇隊と呼ばれる。この名称は産語で、そのまま文字通り職務を説明している。諸君には給与はないが、制服と武器は支給される。志願者は、地元警察署にて登録を行うように。今後、諸君が必要となった時、改めてそれを伝える。We want large numbers of such m e n ingrate, ブリテンフ b r ブリティッシュサブジェクツ。 between the ages of seventeen and sixty, five, to come forward now and offer their service in order to make assurance.that an invasion would be repelled doubly sure, the name of the new force which is now to be raised will be the local defense volunteers, this name describes its duties in three words, you will not be paid. バットユイルレシーブユニフォームズアンルビアムドインオーダー2ボランティアワチハブ2デイズギブユアネームアットユアローカルポリスステーションアンウェンウィーバン中ウィイルレッドユノ政府は15万人程度の志願者を見込んでいたが放送から24時間以内に早くも25万人が登録手続きを行った。さらに5月末までには30万から40万人が。 登録を行い、6月末までの登録者数は150万人程度に達した。兵力は1943年3月の180万人がピークで、以後解散まで100万人を下回ることはなかった。入隊資格は、17歳から65歳までの男性のうち、ライフルを撃つことが可能で、自由に動けるものとされていた。ただし、この入隊資格について、 厳格な審査が行われたわけではない。隊員として集められたのは、通常兵役の対象外の男性、すなわち若すぎるか、年を取りすぎているか、平級予職にあるものばかりだった。1940年7月、ウィンストン・チャーチル首相の命令により組織名が、ホームガードへと改められた。チャーチルは7月14日のラジオ放送で、ホームガードについて、 次のように語っている。これらの将兵の大部分は、先の対戦の経験者であり、敵がどこに現れようとも攻撃し、白兵戦を挑むことを心から絶望している。侵略者が英国へやってきても、悲しくも、かつて他国で見たような、侵略者の前に、人々がおとなしくひざまずく姿は見られない。我々は、すべての村、すべての町、すべての都市を防衛する。 テーゼオフィサーズアンドメン、エーラージュプロポーションオブフームハブビーン、スルーザラストオー、ハブザストロングストデザイヤーツ、アタックアンドカムツー、クローズクォーターズウィズザエネミーホエエバーヒーメイアピア、シュッドザインベーダーカムツーブリテン。ゼアウイルビノープラシッドライング、ダウンオブザピープルインサブミッションビフォーヒム、アズウィーハブシーン、アラス、インアザーカントリーズ、ウィーシャルディフェンドエブリヴィレッジ、エブリタウン。 and every city その後政府の援助の下で武器の配布や訓練が進められた初期の訓練では国際旅団の一員としてスペイン内戦に従軍した経験のある者が自主的に指導を行っていたが9月からは陸軍の指導による正式な訓練が始まったホームガードに期待された主な役割はドイツによる英本土進行が 現実のものとなった時、正規軍が展開し戦線を構築するまでの時間を稼ぐことだった。こうした役割のほか、後には、不発弾処理、降射砲及び沿岸砲のミサオ砲にも従事するようになり、終戦までに1206人のホームガード隊員が戦死した。ドイツ軍の上陸の危険がなくなった1944年12月3日まで活動が続けられた。 第二次世界大戦終結後の1945年末日に解散となった。第一アメリカ人中隊を歓越するチャーチル編成当初は予算不足のために参謀部や本部といった軍事的指導部は存在せず、また土地不足から基地施設等の建設も難航した。隊員には第一次世界大戦従軍者を中心とする退役軍人も 多数あったが、指導者的な立場にあったのは主に地域や自治体の有力者たちだった。ホームガードの主体は各地域ごとに編成され、付近の重要施設の防衛を担った。大きな工場がある地域では、より大規模なホームガード部隊の編成が行われた。主な任務は隊員らが、各々の仕事を終えた後に実施した夜間パトロールであった。外国人部隊としては、 ロンドンに在住していた50名ほどのアメリカ人男性によって編成された第一アメリカ人中隊がある。隊員にはビジネスマンや銀行家、弁護士、新聞記者など様々な職業の者がいた。指揮官のウェイド・イチ・ヘイズ准将はかつて第一次世界大戦に米軍人として従軍した経験があったものの、当時は彼もまた企業役員として働いていた。 編成直後の1940年5月には陸軍の作業服が制服として採用されたものの当初は調達が難航し多くの隊員は背広などの私服に腕章という姿で任務に従事した作業服の仕立ては野戦服と同一だったが生地は薄く面の割合が多かった腕章はもともと LDV と書かれていたが解消に合わせて ホームガードと改められた。同年11月には、新たな制服として、陸軍と同等の野戦服の調達が始まったが、1941年春頃までは、これを受け取れず、作業服を着用したままの隊員も多かった。水筒や団体などの個人装備は、陸軍が第一次世界大戦頃に用いたものとほぼ同様であった。その中でもホームガード。 ハバーサックとして知られる廃納は、ホームガード向けに新たに設計されたもので、陸軍では用いられなかった装備である。この廃納は、金属資源を節約するべく、二部分にある一つのバックル以外に、金属部品はなかった。ホームガードが調達した、即席装備の例。導火線代わりの写真フィルムを取り付けた、火炎瓶や、急増迫撃砲など、スミス砲、 向かって、右が、スミス砲本体で、左が、弾薬運搬車。砲がを横倒しにして、向かって、左側の車輪を全周台座にして射撃する。向かって、右側の車輪は、天外となる。想定を大幅に上回る志願者があったため、創設当初は装備品の調達がまあまあならず、雑多な装備品が溢れ返っていた。小銃は、 隊員数の3分の1程度しか揃わず、隊員は、おののが持ち寄った旧式領銃や、刀剣類、あるいは銃剣やナイフを溶接した鉄パイプ、ゴルフクラブなどで武装していた。その後、第一次世界大戦時代の旧式装備や、アメリカカナダなどから輸入した、外国製装備を中心としながらも、通常火器の配備が進められた。小銃としては、 旧型のリーエンフィールド小銃、アメリカ仕様の P-14 や P-17 が主に配備された。また、イギリスでトンプソンサブマシンンが初めて配備されたのは補助隊と呼ばれるホームガードの特殊部隊だった。ホームガードが装備した得意な兵器としては以下が挙げられる。第二次世界大戦期のイギリスではホームガード以外にも次のような民兵組織が作られていた。 ありがとうございます。